実務のプロから学べる最強の Excel 講座、 Excel プロで検索。はい、どうも皆さんこんにちは、ニュースルの浅です。ニュースルのりんたろうです。というわけで本日もいいじゃん、はい、企画があるみたいなんですけど、はい、カイジさんの持ち込み企画ということで、カイジさん何でしょう。最近ちょっと多いね、ニュースル多いね。ぶつけ本番でなんかちょっと地頭試されるの嫌なんで。そうですね、僕が持ってくるということは地頭テストのメインになります。はい、今回は時事問題、時事問題についてお二人に回答してもらいます。新聞読まねえんだよな俺。おそらくここ5年以内のことなので、そんなになんか遥か昔の日本史を答えてもらうことではないと思うんですが、逆にあれなんだ、最近5年ぐらいちゃんとニュース見てたかどうか問われて、過去にやった日本史とかの勉強は役に立たないんだ。そうですね。最近ちゃんとアンテナ立ててますか。立ててない、ここ5年立ててない。そう、もう解約したよね、アンテナ。俺青森に3年こもってた人だよ。関係ねえじゃん。いやいや、青森情報入ってこないんだよ。あ、それこそ。はい、いいよ。はい、そう。じゃあまず政治のテストから、はい、ます。第1問、2020年9月に第99代首相に就任したのは誰ですか。2020年9月に第99代首相に就任したのは誰ですか。あれ、なんか全然思い出せない。フルネームで答えていただきたいです、ね、2000何年2020年9月です。20年、2020年9月です。20年だよね。フルネームで答えてください。ええ、ちょっと待って、最近ですよ。もう1年経った。2年経ちましたかね。2年経ったよね。はい、2年経ってます。え、合ってるよね。ちょっと待って、ちょっと待って、怖えんだけど。あれ、ちょっと待って、首相の名前消してますけど。ちょっと待って、あれ、どちらっけ。いいんだよね、あれ、いいんだよね。いいよね。2020年だよね。2020年です。あ、でもちょっとごめん、世の中無視してたからな、俺その頃一生懸命俺 Excel プロ取ってたんだよ。2020年、ほんとこういうのダメだ俺。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、何度も消します。ちょっと待って、俺なんか不安になってきたんだけど。りんちゃん何人出てくるんでしょう。あれ、こっちだっけ。え、もうそんなに年月経ったっけ。いいですか、じゃあ。あ、ちょっと待ってね、ちょっと待って。あれ、いいですか。あれ、いや、俺もね、どっちかが。あれ、ちょっと、落ち着いて。そんなに年月が経ったっけっていうのが覚えてないんだよね。ちょっと待って、全然覚えてね。少なくとも、はい、はい、いいですか、フルネームでお願いしますね、はい、じゃあ、一斉にオープン。せーの、ドン。やっぱそうだよね、やっぱそうだよね。まるまるになってます。フルネームがわからない方がいらっしゃいます。吉秀じゃなかったかな。いや、人弁が入ってたことは覚えてる。そう、人弁だった気がするので、なんか横がなんか偉いみたいな字だった気がするの。そうそう、書いてます。そうそうそう、いや、人名って言うんだよ。すがずしんで読み方もわからんかった。すいません。いやいや、でも多分これはあぶねー、合ってる。りんちゃん正解です。あぶねー、吉秀さんの歌。吉秀、あぶねー。いや、俺だから、あれ、岸田さんっていつだっけ、うん、と思って、もう2年経った。いや、経ってないよなみたいな。岸田さんはまだ2年経ってない。経ってないよね、経ってないよね。いやー、危ない。これで危ない。おさんは危ないではなく、それはちょっとフルネームという観点がちょっと強いから。フルネームとかじゃないから。そう。まあ、でも菅総理です。ニュースでよく来ました。はい、はい、じゃあ、まあ、まあまあまあ、今回は1問目なんで、うん、おそさんも正解ってことで。本来はダメですよ、本来は、本来はダメですが、一旦まあちょっと1問目なんで、はい、ありがとうございます。行きましょう。で、ちょっとこれはちょっと歴史チックな問題なんで、5年の歴史って、まあ、いや、もうちょっと前の日本史日本史という意味で、日本史の分野、はい、っていう質問、問題なんで、まあ、ちょっと高学歴の2人はチャンスかなと思って。関係ないんだよね、こういうの。じゃあ、いきます、第2問。
安倍晋三氏に2020年8月に抜かれるまで首相連続在任記録1位だったのは誰ですか？徳川家康とか言ったらダメ。首相じゃないですね。在任記録が長い人、在任記録、連続在任記録が1位だったのが安倍晋三氏が2020年8月に抜いて1位になりましたが、それまで首相連続在任記録1位だったら誰ですか？わかんない、出してみる。 OK ですか？はい、じゃあ一斉にオープン。どう？あ、だよね、どっちかなと思って、いや俺もこれかこれかこれ、そうだと思うんだけどな、どうでしょう。正解は佐藤栄作さんです。あれ誰や、あれもうやめてよ、もうこういうの。佐藤栄作なの？佐藤栄作さんです。あ、そうなんだ、はい、何年なの？佐藤栄作さんは、うん、と2798日です。びっくりした、何年とか言わずダメかね。で、吉田茂さんが2248日ですね。あ、伊藤博文さんは1485です。あ、まあ、ずっと数としてはどれも長いっていう。安倍さんが1位で、うん、佐藤栄作さん、吉田茂さん、小泉純一郎、小泉純一郎です。はい、あ、そうなんだ、ね、なので8位ですね、伊藤君。全然やん全然やん、どういう。あ、そうなんだ、はい、さあ、3問目いってみよう。3問目、 SNS もフォローしてね。次も日本史？日本史ではないですね。近現代史？あ、近現代史でいきましょう。 OK、 5年の話じゃないんかいじゃあ、これの第3問、はい、はい、これを日本語で何というか答えてください。うん、 IR。 え、ああ、これ日本語で何というか、そっちね。ああ、だから上場とかの方ではなく、これを日本語で何というかお書きください。インテグレーティッドインベスターリレーションシップじゃないインテグレーティッドリゾートだよ。はい、IR って多分お二人だと違う言葉にすると思う。大阪のあれだよね。一旦こっちです。はい、ね、わかんないな。もう俺直訳することにする。出た、直訳。前回のバトルでも直訳しまくってた。え、もう一回、インテグレーティッドリゾートだよね。はい、インテグレーティッドリゾートです。はい、リゾートってリゾートやん。リゾートしか言いようがない。え、これはなんかあえて変換した方がいい？いや、リゾートは別にリゾートでもいいです。Okay. まあ、何リゾートですかっていう話ですね。はい、OK。じゃあ、一斉にオープン。あ、統合リゾート。統合型リゾート。おささん、正解です。統合型リゾート。ガタが入る。ガタが入る。同じ意味や。いや、ガタ入るか。ガタが入ります、ね。ガタ入ります、ね。なんかニュースでこういう証言してた記憶が。そうですね。うん、統合型リゾートって何なんだっけ？カジノのほか、ホテルや劇場、国際会議場や展示会場など、西施設、ショッピングモールなどが集まった複合的な施設のことを IR。 そっか、で、それを大阪とかでやるとかっていうニュースが出てたやつの英語版がインテグレートリゾートっていうんだ。 IR っていう表記するみたいですね。カジノとか行ったことある？カジノない。え、逆にパチンコとか行ったことあるの？俺ね、カジノもあるし、パチンコもある。そうなの？うん、嘘？ほんと。え、パチンコはいつ？パチンコは、なんか社会人になって男子校時代の友達に、うん、お前は社会経験が足りねえって言われて連れてかれた連れてかれて、隣の席に座って眺めてて、うん、なんかとりあえず千円札入れたらなんか一瞬で溶けてもう二度とやらないとそう、でもなんかその後に、うん、いやなんかちょっとこれだとなんかこう経験したとも言えないなと思って、うん、とりあえず線すられただけだ。そう、友達に連れてかれたっていうの時点で良くない。逆に むしろ自分から自ら行くべきだと思って、うん、新宿にあるなんか謎のパチンコ屋に一人で入ってって、うん、2000円こう入れて、うん、そしたらフィーバーして、うん、勝って出てきたっていう2回行ったことある。え、でもそれ1回じゃあ2回目のところでさ、うん、せっかく勝ったんだからさ、もう1回行こうとは思わなかったの？思わなかった。ダメじゃん。これはダメだ。
愚者がやる。ダメだぞ。これはダメだぞ。カジノは？カジノはまあアメリカで、ああアメリカとあと普通に韓国かな。あ、行ったことあるんだ。うん、面白かったの？まあ、確率論のゲームだからね。ああそうか。またパチンコとは別？ブラックジャックとポーカーかな。うん、ああ。まあなんかまあ一定こう勝率が担保できそうなゲームしかやんないけど。あ、そしたら何 IR がもしできたら、うん、大阪まで行ってやってみたいなと思う。え、別に積極的にやりたいとは思わないけど、なんか多分楽しめると思う。なんかあれなんだね、なんか企業とか結構リスクテイクするあれにそういうところはリスク取らない。あ、だって勝率はこっちの方が高い。あ、どっちもゲームだけど。そう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 か、確かに経営とかマネジメントとか再現性があるかないか。ああ、なるほどね、そういうことかかな。分かんない。なるほどなるほど。企業も精密の世界だからこっちの方が確率的には低いかもしれないんだけど。はい、そんな感じです。はい、じゃあ今2対1? まあ今の正解？今のはまあまあ1問目の音差さんがあるんで。そういう意味では正解にしました。特別にな。いや、別に正解してるの。2-2でじゃん。2-2です。それで2ポイント。いい感じじゃん。じゃあ第4問いきます。はい、お二人はふるさと納税ご存知ですよね。うん、地方税法でふるさと納税の返礼品の価格の上限は寄付金の何割以下と定められていますか？苦しい戦いだな。え、地方税ってお前、俺税務担当だったけど一番こう細かいとこだった。一応問題としてもふるさと納税を答えさせるものでもあったんですが、まあ、二人ここをスッと答えてしまうの面白くないので、ふるさと納税の返礼金の価格の上限。え、例えば、山梨県のマスカットが、5万円で売ってましたみたいなふるさと納税 で、はい、でその時に、なんだ、還付される金額ってこと？いや、そっちじゃないですね。返礼金の価格を、地方自治体が決めると思うんですけど、その上限は寄付額の何割以下と。あ、何パーセントっていう答えはしないんだけど。そうですね、何割以下なので、はいはいはい、割もしくはパーセントで答えていただけると。これ0から 100% だよね。そうですね。じゃあ当たる確率は5分の1だよな。まあそれで言うとヒントで言うと割で答えろなんで、まあ10分の1ですね、それで。そうだね、うん、あ、そうか、別にパーセントで答えろとは言ってない。割で答えろ。あ、割で答えろってことはいいんだ。100分の1までしなくていいです。割で答えてください。はいはいはい、はい、みーちゃんも大丈夫ですか？わかんないけど、はい、いや、わかんない。はい、じゃあ一斉にオープン。2割と3割、あれ2割の根拠は何ですか？特にないですか？いや、多分こういう系のやつで2割ってよく見るからっていう、なんかそういうのざっくりした効率的な観点からして。あ、2割、3割とかはよくあるよね。お父さんはなんか根拠ありますか？これね、俺も最初2割だと思ったんだけど、うん、実体験ベースで、あの金額の返礼確か3割だったなっていうのがあって、なんか栃木県の、旅館とかね、のギフト券みたいなやつがあって、それをなんかが納税したことがあって、なんかそれのこう返金、還元率みたいなのを頭の中で計算したら、あれ3割いってんな、あれと思って、3って書いてみた。なるほど、2じゃ収まりきらんな。そう、2割だと思ったけど、あ、2割以上還元されてんぞ、あれみたいな。なるほど、なるほど。正解は3割です。ほら、10分の1外しましたね。いやー、でも結構当て感じしてはいいとか言ったんだけど、当て感じしてはいいとか。さらに大沢さんの倍実体験で、なぜか、なんか15万円寄付すると4万5千円の宿泊券みたいな、あーとかがこうラダーで設けられたんだよね、確か栃木のやつって。なんでそこ数時間までずっと俺だから数時間ずれたなー、マジで記憶に残しちゃうタイプ。そういう時なんか確か旅館行ったなーって覚えてねーよ。でもあのシャインマスカットの山梨のやつは多分俺も頼んでる。あれ嬉しいよね。カタログもあったら確か。あ、あったあったあった。山梨の特産品を
1年間にわたって4回好きなタイミングで選べますよみたいな、うん、あ、そんなのあるの？カタログギフトみたいなのがあって、うん、その中にもなんかシャインマスターって入ってる。今日はそれって頼んだ。あ、本当？うん、僕は山梨出身なのであんま頼まないです。聞いてねえよ、全然聞いてねえ。俺も青森出身だからリンゴは頼まねえ。同じ感覚なんだろうね。そっかー、あー惜しかったな。惜しかったですね。これ面白い。正解は3割です。なるほど、なるほどね。じゃあ最終問題でいきますか。はい、最終問題もじゃあふるさと納税関連でいきます、ね、マジで。うん、高額な返礼品で問題となり、ふるさと納税の対象から外されたが、国との訴訟で勝訴し、制度に復帰した自治体はどこですか？早い早い早い、この子早いんだけど。それは…これはニュースなんで。ちょっと待って、これは無理だって。俺はそんなニュース気にも留めねえよ。これはまあ有名っちゃ有名。これは有名だからね、一瞬。全国的にも有名な都市。うん、いや、なんやったら、もう、だって、頑張ってやーって思ってたの。何都道府県何島に書いてください。ああ、あれ、何々市だけじゃダメなの？まあまあ何々市であればいいですよ。え、そんな難しいの？いや、俺どっちか分かんない。都道府県の方がどっちか分かんないってこと？分かんない。そんな覚え方何それ。だってまあでもどっちかっすよね、多分りんちゃんの言う。なんとか市ってばっかり出てきてたから、都道府県から言ってなかった気がするのよ、ニュースとか。まああんま都道府県の方では言われなかったですか。丁寧なニュース番組とかだと言ってるとは思うんですけど、まあこう頻繁に何々市何々市って出てくるときは市だけ、そう、最初だけをついてる場合もありますけど、うん、ちょっと都道府県間違えちゃってるかもしれないけど、都道府県を間違えるっていうのが一定ヒントだなと。いやだから俺のこの喋り方が大ヒントだと思う。そうそう、ユースフルの正社員、その道のプロ大募集。コメント欄から応募してね。はい、じゃあ行きます。 OK ですか。じゃあ一斉にオープン。どうも、これじゃない、ズミサノシ。全然違う。めっちゃ正解です。あ、大阪、はい、あー、よかった。全然違う。いや、なんか大津か通かでどっちの県やろみたいな。そういうことじゃなかった。ヒントを見誤りましたね。そういうことじゃなかった。でも、ではない、ね、ちょうど多分あの泉沢市がめちゃくちゃ流行ってた時って本当の朝さん、オープンにいたものだと思う。そんな時俺、年収ゼロで暮らしてたから、ふるさと納税とか一切ない。そうだよね。かつ、あれだよね、ニュースとか見てる間もなく、もう必死に頑張ってた頃なんじゃない？ほんとそうよ。でしょ？何が起きたのこれ？何を与えて、そんなに高額なのあれだったの？多分だから、泉佐野市の返礼品とかがあれだったんじゃなかったっけ？そんなすごかった？そうですね。そうだよね、確かね。何がもらえたのよ。この時多分他の自治体も問題になって、うん、いろいろ、うん、なんだろう、電子カードみたいな、例えばアップルストアカードみたいなのを、うん、ふるさと納税の返礼品にする自治体も結構多かったんですけど、うん、まあそれは何を、返礼品にするかの部分と、さっき言った返礼品の額の部分の上限みたいなところギリギリだったりとか、その辺で、結構何自治体か問題になった、うん、で、その対象から外されてしまった自治体も結構あった中、泉佐野市だけ、勝訴して、もう一回対象の自治体に戻ったっていう話ですね。だから真面目やな。だから俺もだからニュースドワーッと見てて、うん、泉佐野市だけ頭に入って、何が何だったか案外分かってないかも。俺最初北海道夕張市とか。それは多分夕張メロンが高いんかな。全然違う。ちなみになんかおすすめのふるさと納税あります？あ、俺は、うん、岡山県の美作市っていうところのマスカットはめちゃくちゃ美味しい。岡山？うん、岡山のフルーツは本当に美味しい。マスカット食べ過ぎじゃない？ふるさと納税の時だけ、うん、あっちの妻のお父様お母さんに送るようにマスカットを頼むの、ふるさと納税できる旦那アピール。アクランナできる旦那アピールしてきた。
それをあの、うん、あれだよ、あの毎年4月頃からあの、うんうん、お父さんお母さんに、何食べたいって聞いて4月の時点で頼んどかなと、美味しく食べれないから、そう、用意周到な人生だよ。俺のもうタスク表の中に4月になったら入ってくる。すごいね。ああいうのって大体11月、12月ぐらいになって焦って、あ、頼まない。今年してない。そう、ワク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 。いや、みかんしかなくないとしたら。いやー、そう、だからなんかね、一気に、いや、俺なんか嫁に怒られたんだけど、うん、なんかこう、あ、やばい、今年ももうそろそろ、あの、ふるさと納税の期間終わると思って、うん、一気にバーってこう選ぶんで注文するわけよ、うん、そしたらなんか大体こう冷凍物で、うん、冷蔵庫に入らないって言われて、もうだって一気に頼むとさ大体同じ時期ぐらいに届くんで、どん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 こう届くたびにこうなんかこうフラストレーション溜まってってる姿に嫌気がさして死ぬほどの勢いで食べるっていう毎年恒例でございます。はい、そうだよね。あの高知県のわら焼きカツオの返礼品は美味しかったし、冷凍のやつ、うん、冷凍のやつ、あとね、飛騨牛だったかな、 500g のやつとかも美味しかった。あ、本当、すごい油出てきた、びっくり油だった。いやでもやっぱりああいうのはなんか日用品とか頼む人もいるけど、できればそういうなんかせっかくだから美味しいもの食べたいよね。まず美味しいもの選ぶ ね、 ね、そうだね。 あとねチーズも美味しかった。どこの、北海道、北海道だね。あ、本当、あ、ちょっと名前思い出せないんだけど、すごくね、チーズは狙い目です。僕はもうゴリゴリの日用品派です。こういう人いるんですよ。逆になんかティッシュ箱10箱とか送られてきてもさ、なんか収納スペースないそれを嫌だったんですよ。俺もそう、同じ。うちはティッシュ、トイレット、ペーパーバス、タオルを大体毎年頼んでるかな。ティッシュは2年ぐらいに1回頼めばいいんですけど、それこそ20箱ぐらい来るのね、本当に。そうだよね。それ怒られるやつや、ね、怒られるよ。僕はあんま荷物少ないんで、クローゼット、僕のスペースはたくさんいて、そこに突っ込んでいます。いや、だから視聴者の人とかは、多分あれでしょ、まだ、もう今11月の、今撮ってるの中盤ぐらいだけど。これ多分12月ぐらいにリリースされるから。そう、そろそろ頼まなあかん。そう。なるよ。そう、クラブになれればいいな。12月末まで。そうだね。だね。うん。そこまで。年内にやれば問題ない。うん。早くやってください。何の動画や。視聴者の皆さんもぜひこれがおすすめみたいなのがあればぜひコメント。ぜひお願いします。そうだね、来年頼みたい。そうだね。まだ間に合いますよ。今年から待ったら。今年の枠使いきたい。あ、使う。はい。はい。ありがとうございます。うん。そしたら、結果は引き分けですね。引き分けだね。3-3で引き分けか。3対3の引き分けですね。はい。おでもなんかこれあれなんでしょう、回答的には全問正解とかするか、なんか微妙にどっちか負けてしかったけど、なんかいい塩梅で面白くない。まあちょっとそうですね。ちょうどいい。できればもう4対5ぐらいが一番面白かった。面白い。すみません、ちょっと微妙に間違えつつ参加教養が微妙にしょぼいっていう。はい、まあいいんじゃない、こういうこともリアルでしょ。そう、エクセルには必要ないんです。エクセルには全くないんで、ニュースとか見ないんで。そう世俗に流されたくない。そう、なんだったらエクセルの最新ニュースは常に追い続けてるもんね。そうだね。それだったら誰にも負けないかもしれない。あれが記事を一定ニュースも追ってください。今しめの回にしてください。でも今までの人生で新聞取ろうと思って何度か取ったことあるけど、うん、1ヶ月で退会してる。紙媒体も電子媒体。何なんかダイエット何回も失敗してる子みたいな感じ。ダイエットの方続くわ。そうですよ。はい、というわけで、はい、じゃあカイトさんの持ち込み今日はこれで終わりかな。はい、次回もなんかこんな感じのやつが、こんな感じのやつを何度もやっていきます。繰り広げてる。はい、承知しました。視聴者の皆さんも、ぜひ我々の教養アップ企画なのかな、うん、リスキリングの企画なのかな、これも、うん、ぜひ一緒に楽しんでいただきたいなと思ってますし、かつですね、LINE の登録いただくと、こと IT 実務に関してはね、うん、我々が体系的に情報ニュースをお届けしてますので、概要欄の方からリンククリックしてご登録ください。よろしくお願いします。はい、というわけで本日は最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回しましょう。See you next time! バイバイ。
実務のプロから学べる最強の Excel 講座、 Excel プロで検索。 Excel 現場の教科書第3章の VLOOKUP 関数。Excel 実務をもっと早く、もっと自由に。 Excel プロで検索。